皆さんこんにちは、田島大輔です。前回ですね、私が荒野山に行った話をしました。その荒野山は平安時代の初めの頃に、弘法大師空海がですね、開いた、新言未経の聖地ですよね。で、その荒野山の中にですね、奥の院というところがありまして、その奥の院の中には、その弘法大師空海がご入場された、五、ま、病、あ、という場所があって、 今もです、ね、私たちをその救済するために、まあ、深いその瞑想に入られている、まあ、そういった場所があります。でその5秒に行くあの奥の院はですね一の橋ってその橋がありましてそこから5秒まで約2キロぐらいのこう道のりがあるんですけれども、まあ、そこの2キロぐらいの道のりは両側にですね膨大な数が塔膨大な数の塔が立っているんですね。 お墓が建ってていいるるわわけですですその数は20万基とも言われているんですね私が読んだ資料の中に40万基って書かれているものもあったんで、まあ、誰もその数を把握できていないほど膨大な数の,その塔が建っているっていうのは非常に、まあ、あの象徴的なあのことだと思うんですけれどもそれだけの,あのお墓がその密集して1箇所にあるっていうって。 多分その全国でもそういう場所はないと思うんですね。でさらにですね、そこのまあ、歴史上のあの我々が知るま人物もいますし、宗派を問わずそこに皆さんこのお墓を建てられているんですね。これはあの考えてみると非常にあのまあ、ユニークなことっていうか他にはない特徴でもありますよね。 通常お寺にあるそのお墓だとすると、まあ、そこの信徒さんあるいは家の人たちがの建てられているお墓なのでまあそこの信徒さんたちのお墓その宗派を信じている、まあ、そういった人たちのお墓ですよね。あの霊園とか行けば、まあ、もちろんいろんな宗派を問わずっていうのはあると思いますけれども、まあ、その高野山という真言密教の、まあ、宗教の中のある一つの,あの流派の中に 宗派を問わず墓があるっていうのはこれはすごいことですよね。でなんでまあそういうふうになっていたかっていうとその弘法大師空海のそばで、まあ、亡くなった時は、まあ、悔いをされたいと、まあ、そばで眠りたいというそういった思いがみんなそこにこう集まっていくことになったと思うんですけれども、まあ、それを改めて考えてみるとすごいことですよね。 じゃあその今回私があの行って、まあ、改めて感じたことはですね、まあ、以前行った時にもやはりそこの2キロの道のりっていうのは私にとって、まあ、いろんなその気づきを与えてく,くださったんですけれども、まあ、今回もですねその歩きながらその5秒に向かう道のりをですね、まあ、これだけの人が宗派を問わずいろんな人がまあその空海のそばで眠りたいと。 思わせるその空海っていう人は一体どんな人物なんだろうかということをもちろんその空海が掲げるその、まあ、もちろんゴールっていう言葉をあの使ってはいなかったと思いますけれども、まあ、私たちが理解するところのそのゴールをもちろん空海は持っていてその空海のゴールは非常に抽象度が高い。 他的なゴールであったったていうののは当然のことでですよねでもじゃあそれだけで多くの人がそこに集まってきてその空海のそばで供養されたいと死ぬ時はもう空海のそばで、まあ、自分が眠りたいって思わせる、まあ、そういうそれだけで抽象の高い利他的なゴールだけでそうなるかっていうと、まあ、実際にはそれだけではならないはずですよね。 まあ少なくともそれは必要条件かもしれないその抽象度の高いまあ利他的なゴールを持っているってことは人々が集まってくるあるいはその亡くなった時にそのそばで彼のそばで眠りたいと思わせる必要条件かもしれないじゃあ十分条件かっていうと多分それだけでは十分ではないですよね何か別の要素があって抽象の高い利他的なゴールプラス何かがあって みんながそそううういうふうにそこにこ集まってきたわけです。じゃあそれって何なのかっていうことをあの考えながらですねそこの道のりを歩いていたんですね。じゃあそのあの要素って何なのかというのは今ここで私が正解をあの述べるというよりは、まあ、私自身の中でそれが正解が出てるっていう、まあ、例えばそれは実際に抽象の高い ゴゴールを持ち理他的なゴールルをを持持ちち的な実際にそのご入場されてっていうそういうそのそれをあのご入場される前までの行動も含めてそれを実際に行動に移していたそれを実行されていって実際にそれをあの実現しようとしていった、まあ、その行動そのものにももちろんあったと思うんですよね。あるいいはそういった生き方 でもその生き方っていってもそういったどういう生き方なのかあるいはどういった要素がそういうふうにみんなを引きつけたのかっていうのは考えてみるとですね、まあ、いろんなものがこう浮かんでくるでもその正解はまあ私自身もその空海にあったことはあのねあのないわけですあのでもその奥の院のですね5秒のところに行くと感じられるものはあるんですね実際にここに でご入場されたんですよって言ったところの前に立ってまあその拝んでいるとですねまあ、実際にその感じるものはあります一番初めに行った時はですねもう本当にそこに立ってられないぐらいのまあ、いわゆる木を感じることもできましたまあ、今回ももうそのそばに行けば何か感じるものがあってやはり目の前に立つとですねもうなんかこう自分が押されるぐらいのもの 感じました、まあそういう意味ではそれをも含めてあのであればまああったとも言えるとは思うんですけれども、まあ、そのご入場される前に会ってるわけではないのであのじゃ実体どういう人物だったのかまあその絵としてあの残されているじ人物像あるいは姿っていうのはありますけど実際それその通りだったかどうかも私は分からないですし。 まあそのね直接話したことがあるわけではない心の中でその対話するってことはあるかもしれないですけどだそれは想像するしかないでもそ,その想像するってこと自体が自分の中で何か今見えていないまあそういった何かがあるんじゃないのかな自分を成長するさせるための一つの,あのきっかけになるんじゃないかなヒントになるんじゃないかなあるいは気づけを与えてくださる何かの 要素があるんんじじゃなないいかなとううふうに今回感じたんですねですので、まあ、もちろんそのゴールが何かによってあの違うとは思うんですけれども自分自身がの,、まあ、その周りに、まあ、多くの人がそこのそばで眠りたいと、まあ、亡くなった時にはそこで供養されたいと思われるそういうふうに感じていただけるような人物になるためには自分はどんなことがもっと あの自分の中でどんなところをより良くしていけばいいのかあるいは全く違う今は気づいていない、まあ、そういった要素があるんじゃないかというふうに考え続けることそのものがあの自分自身の可能性を広げてあのくれるんじゃないかなというふうに今回感じました。ですので、まあ、これは別に皆さんにあの必ずしもみ いや自分はそう思わないよって思うんであれば別にやる必要はないかもしれないですけれども、まあ、一つの自分自身のその可能性を広げていく自分をより良くしていく上で、まあ、自分のそばでその、まあ、多くの人はこう亡くなった時にあの人のそばで眠りたいとあの人のそばで供養されたいと思われるようなその生き方をしていくには自分自身がどんな自分である必要があるのか今日から何ができるのか。 今から何ができるのか、明日から何をすればいいのか、まあ、そういった問いを自分自身にあの投げかけてみるということは、あの非常にいいんじゃないかなということで、今日は共有させていただきました。